10分前から起きてました。今、いやほんまや、10分前に起きて子供たちがもういない。8時めっちゃ寝坊した。やば、いつ行ったの子供ら。いやマジで子供たちいつ行ったら全く行ってきますもん。聞こえんかった。あ、絶対あいつら帰ってきたら怒られるわ。戻ったやろ、最低な親やな言って。リオが言いそう。毎回言われる。普通は行ってきます言うからなって。しかしああいうから仕事もちょっと遅れてるし、新パパ。今日の昼食です。今日マジやな、朝起きた時に誰もおらんかったからびっくりした。ほんまやってもたらたまにあるんですよ。でこの昼食ね、
カロリー 50% オフで胸肉と人参とキノコ、キノコいっぱい、これ今ダイエット飯としてよく1、2週間続いてます。あー今日リオ帰ってきたら言われるやろな。まあ、ええわ。いただきます。これマジうまいな。これダイエット飯だ。これ1日これ食べ続けたら次の日 200g ぐらい減ってた。嬉しいです。新パパ。新パパ。ただいま。おい、陽介、朝寝るとかやばいやん。絶対言われると思った。そうやんな。俺、お前麻酔薬とかなんか飲ました方がいい。朝から誰もらんかってんけど。え、麻酔薬飲ましてない。そうやんな、びっくりしよう。朝から誰もらんかったから。だからお前たちに許してもらおう思って。はい、ヨーグルト、ヨーグルトと。ナイスお前。ナイスお前。はい。めっちゃ美味しそう。ぶどうゼリー買ってきました。やったー。はい、お許しを。では、ご飯作るわ。